カブすき焼きチャンネル。はい、どうもカープスキジャケチャンネルです。今回も選手の2軍情報を簡単にまとめていきたいと思います。というわけで、選手の若鯉情報、1軍に推薦できる選手はということで、2軍戦の情報を簡単にまとめていますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。7月21日の中日戦は4対0でカープが勝利を挙げています。スタメンこのようになっておりまして、2軍に降格した田村選手が早速5番で起用されていました。この試合の得点このようになっておりまして、二俣選手のタイムリー、韮澤選手スクイズ、田村選手ホームランで4得点を挙げています。でこの試合のポジティブ要素ですが、なんといっても田村選手でしょう。第2号ホームランということで、9回に飛び出した一発ですが、これはもう非常に、ね、大きい当たりで打った瞬間ホームランと分かるような一発になっていました。残念ながら1軍に上がっている期間はですね、スタメンの出場がなくて代打のみの出場で三振2つというところだったんですけど、本当に持ってるものはね、素晴らしくてですね、こういうふうにやっぱ高卒まだ2年目なんですけど、2軍で結果をしっかり出しているというところですので、またねこういうふうにホームランなど結果を残し続けていれば1軍にね戻ってきてこれるかなというふうに思いますし、まあ、高卒2年目のね今シーズン中にプロ初安打みたいなというところも個人的にありますので、またアピール続けてほしいと思います。で二俣選手と林選手スリーベースということで、二俣選手はタイムリースリーベースということで、ライトにねかなり大きく上がったフライがね右中間破ったというところになってます。で林選手もセンターオーバーということで、まあ、ちょっとセンターね目測誤ってはいたんですけど、かなりね広い名古屋球場で飛んでいましたし、しっかり三塁まで落とし入れたということでした。で先発の玉村投手は6回を投げて、ヒットは2本、フォアボール1つ、奪った三振5つ、無失点ということで、もうこちらもね本当に安定したピッチングを見せてくれているので、もしね一軍のピッチャーに何かあった時はね、玉村投手がまず上がってくるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりねフォアボールが1つだけというところで、今シーズンフォアボールの数が少ないですので、そこが非常にいいのかなというところだと思いますので、あとは一軍で同じようなピッチングができるかというところかと思います。そしてアンダーソン投手は2番手として登板しまして、2イニングを投げて無失点、3奪三振、フォアボールは2つというところで、まあ、こちらも中継ぎ転向を、ね、正式に決まったということで、まあ、しっかり、ね、中継ぎとして三振も奪えていますし、この試合も、ね、球速も、ね、150はあんまり超えなかったんですけど、150キロ付近、ね、しっかり出ていたので問題ないかと思いますので、早めに、ね、1軍に上がってこれたらいいのかなと思います。続いて22日の中日戦は5対2でカープが敗れています。この試合のスタメンはこのようになっております。この試合の得点は前川選手のタイムリー、久保選手のショートゴロの間の得点のみに終わっています。この試合ですが、前川選手と名原選手がマルチ安打ということで、中日の先発松葉投手相手にこの2人がマルチ安打を記録したということで、いいアピールができていたんじゃないでしょうか。前川選手もねセンター方向へのヒット2本、タイムリーもありましたし、いい形で打っていたと思います。でその中でも名原選手はヒット2本が3ベースと2ベースということで、1つは左中間を破る3ベース、これもね俊足が生きた3ベースで、もう1本の2ベースは、まあセンターの前にポテンと落ちるような形だったんですけども、そのあたりでしっかりね二塁を落とし入れたということで、そういう積極走塁良かったかなと思っています。でこの試合ですが、先発がねコルニエル投手だったんですけど、まあ、2回と3分の0イニングを投げて被安打4、四死球2つ、失点2という内容で降板しました。まあこの試合はねヒットも多く打たれてますし、フォアボールも出していたということで、まあ、ちょっとね先発として不安定なピッチングでしたので、またこちらもね1軍に戻ってくるためには再びね安定したピッチングというところが必要になるかなと思われます。でまた林選手とマクブルーム選手が松葉投手からヒット打てずというところで、まあ、この2人の課題はね高2軍監督から1軍レベルのピッチャーから打てることと言われていたんですけど、まあ、1軍レベルの松葉投手からヒット打てなかったというところはねちょっと残念なところで、こういうレベルのピッチャーからね早く打てるようになって1軍戻ってきてほしいなと思いますし、まあ、特にねマクブルーム投手は松葉投手左ピッチャーなんですけどヒットが出なかったということですので、まあ、早く状態を上げて8月の中旬頃までには戻ってきてほしいなと思います。
23日の中日戦は3対2でカープが勝利を収めてます。この日のスタメンはこのようになっています。この試合の得点ですが、中村拓也選手のホームランや内田選手のタイムリーといったことで3点を挙げていました。でこの試合ですが、やはり中村拓也選手でしょう。第4号のホームランが生まれたということで、このホームランがですね、レフト方向へのライナーで入っていく一発でしたので、非常にね、内容としても良かったのかなというふうに思います。まっすぐをですね、逆方向に打ったというところで、中日先発の梅津投手、まっすぐにね、強みがあるピッチャーなんですけど、そのまっすぐを逆方向に打てたということをね、非常に良かったと思うので、またね、ホームランしばらく出てなかったんですけど、ここからホームラン出れば一軍昇格もあると思いますので、期待したいと思います。で中原選手は2試合連続マルチということで、さらにまたツーベースも出ているということでですね、この3試合に関しては本当にいいアピールができていたのかなと思います。で先発した遠藤投手、前回は不安定だったんですけど、この試合は7回を投げて無失点と2失点というところでですね、まあ、そこら辺の修正がある程度はできているのかなと思います。まあ、ただね、やはりフォアボールも3つありますし、ヒットも5本打たれて、で失点も2つしているというところがあって、まあ、玉村投手無失点に抑えているということを考えるとね、まだまだちょっと物足りないのかなと思いますので、しっかりと修正していってほしいなと思います。で森浦投手は1回を投げて無失点で1つ三振奪っているというところで、まあ、こちらもこの試合はね、チェンジアップしっかり低めに集めて抑えれていたようなので、またね、1軍の中継ぎの戦力としてなってもらいたいと思いますので、このね、クオリティを保って1軍昇格目指してほしいなと思います。今週のピックアッププレイヤーは育成選手の名原紀子外野手です。名原選手ですが、万能型タイプがバッティングでアピールしたということで支配下登録を目指しています。前半戦の終盤から出番も増やしてきた今年の育成ドラフト1位の選手、名原選手。先週はですね、足で長打をもぎ取るなどヒットを重ねてアピールしました。5打数4安打というところで、この4本のヒットのうち3本が長打ということでですね、まあ、スリーベースであったりポテンヒットでツーベースにするなどね、そういう積極的な走塁、足でもぎ取ったというのが光りました。でそういった積極走塁と足の速さというところは魅力ですし、バッティングといったところがね、適用してくれば一番候補にもなってくるんじゃないかなと思いますので、ね、非常に楽しみな存在かなと思っています。で守備でもね、センターからのレーザービームを披露したということで、まあ、ホームね、タッチアウトにはなっていないんですけど、センター前ヒットからバックホームしたね、映像を見たんですけど、すごくいい、球の低さでワンバウンドでストライク送球がいってましたので、非常にやっぱり肩も強い、守備にもね、定評があるなというところが分かったと思います。ただね、まだまだちょっと線が細いというところで、まあ、体のね、線が若干細いかなというふうに思いますので、まあ、そこが大きくなってくれば、打球といったところもより飛んでね、まだホームランないんですけど、そこら辺も出てくると思いますので、まあ、今ね、守備、足とね、そういったところではいいアピールできて、で、バッティングでも先週5打数4安打でいいアピールできていますので、まあ、こういう体も大きくなって、いい当たりも増えてくれば、支配下登録といったところもね、近づくのかなと思いますので、1番の右バッターで足が速いというね、まあ、カープっぽい選手が現れてきているんじゃないかなと思いますので、まあ、ドラフト7位の久保選手とね、切磋琢磨しながら頑張ってもらいたいなと思います。はい、では先週の野手陣の成績一覧です。先週は3試合のみというところではありました。で田村選手についてはホームランも1本生まれてましたし、3試合ともヒット生まれたというところで、まあ、打率も高くなっていますので、また1軍に戻れるように頑張ってほしいと思います。で気になるのがマックブルーム選手と林選手ですね。いずれも打率が低いというところで、松葉投手からヒットを打てなかったというところなので、やっぱり1軍レベルからね、早く打って1軍に戻れるようにね、頑張ってほしいなというふうに思いますので、期待して見ていきたいと思います。そして先週も紹介したように18日はフレッシュオールスターが行われたので、簡単なカープの選手の結果をまとめていきたいと思います。富山アルペンスタジアムで行われたというところで、カープから出場したまず増田投手ですが、1イニングを投げてヒットは1本、奪三振1つということで、しっかり無失点に抑えていたということになってます。そして中村拓也選手は3打数2安打で、1つフォアボールを選んだ。でさらに守備でですね、バックホームで刺したというレーザービームを披露しまして、
ウエスタンリーグのね、和田二軍監督からは、この中村貴弘選手の守備が大きかったというようなね、褒め言葉もいただけていたようですので、いいアピールがね、できたんじゃないかなと思います。で、二俣選手は2打数1安打。で、ルーキーの内田選手は残念ながら4打数無安打というところでしたが、まあ、若鯉たち楽しめたんじゃないかなと思いますし、中村貴弘選手に関してはね、ヒットの2本も出てますし、守備でもアピールできたというところで、いい機会になったのかなと思います。はい、で、まあ、後半戦も始まってるというところでね、後半戦もね、若鯉の活躍に期待ということで、こういうフレッシュな選手たちがね、1軍に上がって活躍すれば、1軍の優勝といったところも近づくかなと思いますので、後半戦もね、引き続き若鯉にも注目していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。2軍にも楽しみな選手がたくさんいますので、引き続き2軍の選手にも注目して応援していきたいと思います。このチャンネルの登録高評価もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ。